BG 飛行する BG-19517 号機 BG はグレートレークス社が開発しアメリカ海軍や海兵隊で運用された艦上爆撃機である。アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドのグレートレークスエアクラフト社は以前海軍の依頼でマーティン社製の艦上来撃機 T4M を TG-1 として18機でマイナス1として注文された。 エンジン乾燥系を TG-2 として32機製造したことがあった。その経験を生かし、1933年半ばに、海軍の要求により試作機、XBG-1 を提出した。設計は、発動機を750馬力のプラットウィトニーの R-1535 から82、ツインはスプレッシュプロエンジンとし、テーパー翼と固定式、 テールホイール株構造を備えた単発服用機で競合作のコンソリデーテッド車の XB2Y と比較して優れていると評価され採用が決定した。同年11月にはプロトタイプの開放式操縦席から密閉式操縦席へと改めた BG-1 の製造が命じられた。プロトタイプを含め合計61機が製造された。 BG-1 は1934年10月から空母、レンジャーや歴史ン,ンへ配備され、VB-3B 爆撃飛行隊を編成して運用を開始した。1935年からは海兵隊でも2個飛行隊を編成して運用が開始された。1938年まで海軍で、1940年まで海兵隊で運用された。 その後1941年6月に退役するまでは海上基地からの連絡などに用いられた量産型 BG-1 の所言。ありがとうございます。